はい、どうもこんにちは。今回また殺人探偵ジャック・ザ・リッパー続きからやっていこうかなと思います。前回はまたね、結構期間空けちゃったから正直覚えてないんだよ。正直ね、なんかとりあえずクレイグっていうジャック・ザ・リッパーの体をしたクレイグという男、中身はおそらく70代の男性と見られるクレイグという男と対峙して倒そうかってとこぐらいしか覚えてねえわ。やってこう。対人装備で身を固めて、致命傷を防ぎつつ、奴の体力を消耗させる。そうだね。数の有利を生かすんだ。確かに数は多い、こっちの方が。奴に休む暇を与えず、動きが鈍ったところを捕獲する。逃げられないように戦う場所も考えないと。確かに密閉空間がいいね。密閉空間が来るかな。でもあいつ。路地裏や入り組んだ場所は避けろ。選ぶなら大通りとか、可能なら密室だ。人数に物を言わせて丸ごと包囲しちまってもいいな。確かに。アーサーが語るのは対クレイグに特化した戦い方だ。つまりはジャックが苦手とする場所や戦い方である。なるほど。そっか、ジャック・ザ・リッパー。防御を重視して持久戦に持ち込むと。鎖片びらが書にありますので用立てましょう。サビが浮いてないといいのですが。鎖片びら読めなかった多分振りがなかったら読めなかったわ。対人装備については我々にも当てはある、捕獲のために必要な人員についても可能な限り集めよう。もう一番強えやつら集めて。一番強えやつら。いいね。質はともかくこっちには人数がいるし、ほとんど戦闘がこなせるやつらだ。確かにそうだね。人海戦術が使えるぜ。マフィアと警察だもんな。休ませるな、逃がすな、疲労させてから制圧しろ。ってこりゃ俺らが悪役みてえだな。さすがに体力もあるんじゃないの、あんだけバキバキだったら体は。ジャックが笑いながら語る戦法をアーサーはまとめ二人に聞かせる。なあジャック、これってまさかお前の。ご明察。俺様がとっ捕まった時の戦法だ。公安の。マジか。なかなかいい作戦だろ。少なくとも奴が相手なら勝ちの目は。そうだね、経験者だもんね。苦手なことは分かってるもんな。ジャックがニヤニヤと懐かしそうに笑う。犯人の行動や武器の傾向にまで対応する。手堅く隙のない作戦ですね。確かに。犯人の逃げ方まで考慮するとは。それだけ洞察力が深いということだろう。さすがは探偵をやっているだけのことはある。いや、もしかしたら犯罪者の気質が。ギク。僕の発案でもないし、あらぬ誤解を受けている気がする。いいじゃないか。少しくらいミステリアスで危険な香りがする方が人間魅力的になるってもんだぜ。まあ魅力的と言われれば確かにな。称賛と心配が入り混じったような二人のつぶやきに、アーサーは若干肩を落としつつ説明を続けた。でも私滑舌が気になるんだよな。そしてアーサーの提案する作戦は取り入れられた。元から選択肢は少ないのだ。できるだけの備えをするという体制だった。お、すげえ配置するんだ。今度はシャーロットがテーブルに紙面を広げる。殴り書きのようないくつもの書類に加え、ロンドン市街の郊外までが描かれた地図があった。それはグリーンメイスの本拠地を割り出すための情報の確認であった。あるだけの情報を絞り出しました。あー、そっかそっか。エドガー警部の主導で立ち入った犯罪組織の場所、捕獲した幹部から得た情報も書き込んであります。そこにじゃあまたいるかもしんないんだな。いるかもしんないとか、そこにいるのかな。シャーロットは地図の各所を指差し説明していく。ロンドン各所にあると目される犯罪組織の根城、関係する下部組織や構成の居場所や、既に検挙に立ち入り捕獲した箇所など印の数は膨大だ。膨大か。他に怪しい建物や人物も複数存在しますが、捜査の手が入らずに止まっています。目星がついているのはこことここ。もう2つしかないの。死刑からの許可はもう必要ないだろうに、我々の持っている情報も合わせようか。あ、確かに確かに、絞れるんじゃないの1個に。あ、分かりやすく分かりや、あ、でも1個じゃねえわ、3個だ。ローリーがゴッドスピードユニオンファミリーの狩猟を襲名したことで、狩猟でしか知り得ない情報が彼女にもたらされていた。グリーンメイスンと関係なさそうな犯罪組織の情報もある、それらを除いていけば絞り込みができるだろう。あと3つじゃん。
一番丸がでかいのが気になるけどな、どう考えても。ローリーは地図で示された建物を指さしては のけ、さらに情報を書き加えていく。判明している多くは夜なんだ俺、変のないかな、犯罪組織や誤情報だった。そして、あ、そっちか、そっちか。警察とマフィア、表と裏の情報が合わさると、これには秘密結社も刀しかねえ。まあ残りの2つはあれだったもんな、大通りに面してたからな。そんな堂々と構えるわけないもんな。これが絞り込みによりある建物が最後まで残った。そこはロンドン市街より郊外に位置するタウンハウス、クレイグ・ワジェットの居所、そしてグリーン・メイスンの本拠地と思われる建物だ。始まるんだ最後が。めっちゃ向かってんじゃん、夜の。なんだこれ、蝶。蝶じゃないでしょ。蝶が落ちた市街地にいくつもの影が走る。路地裏で身を潜めて動くのはアーサーたちだ。身潜めてるか。もう足音めちゃくちゃ聞こえるけど、足音が。みんな走るやん。ゴッドスピードユニオンファミリーとロンドン市警の非番警ら隊の混合部隊は闇に紛れながら移動していた。彼らが目指していたのはクレイグが逃げ込んでいると思わしき屋敷だ。でかっ。こんな怪しすぎるでしょ、こんなの。何があんだけ候補があってさ、これだって、そんなにやらなくてもわかるだろう、こんだけでかかったら。怪しすぎるでしょ。警ら隊がクレイグの居所の扉を破り集団で突入する。エントランスホールには不気味な静けさが漂っていた。いるぜ。そんな簡単に開くか。お、途中暗がりからナイフが飛来し、ジャックの警告に習ったアーサーが飛び出し弾く。注意しろ。しろ。どこから？習ったじゃないな、あの感じ。習ったかな、どこから。こんな夜更けに家を訪ねるとは礼儀のなっていない方々だ。本当だよな。クレイグ。クレイグ・バジュトはホールを見下ろす2階から姿を現した。彼は悠然と階段を上り歩を進め、警ら隊を見渡せる位置で足を止める。てかさ、相手の本拠地で戦うなって言ったから。クレイグ・バジュト。この屋敷はすでに包囲しています、観念なさい。何、人の家で戦うの。相手のあれじゃん、本拠地で戦うのはバカだって。対するシャーロットたちは距離を保ち、武器を構えてクレイグを囲む。多勢に囲まれた状況でも彼は余裕の笑みを崩さなかった。一体何を観念するというのです、包囲はできていても捕獲できなければ意味がない。確かに。死刑はそんな基本的なことも教えていないのですか。死刑ではありません。我々は悪をくじくため立ち上がった市民です。おう、グリーン・メイスン、クレイグ・ワジェト。法の目を逃れる悪辣な輩は私たちが捕獲し正当な裁きにかけます。どれほど押さえつけられても立ち上がり歯向かう気概だけは認めて差し上げましょう。これやっぱあれだね、でもジャックの声と一緒だね、声優さんが多分。まあ、ジャックの体だもんな。まあまあ生態はね。生態はそうだもんな。回るネズミはここでまとめて駆除しましょうか。お、これまでのようにはいきませんよ、確保。そんな甘くないだろう。かかれ、なるべく殺すな。まだいたのか。シャーロット・ローリーの号令を皮切りに非番警ら隊と黒服たちがクレイグへと打ちかかっていく。シャーロットがクレイグに正面から向かっていく。クレイグが横投げに放ったナイフを構えた警棒で受け止め、なんだこれ、なんとか競り合う。この間に後ろから捕まえられないの。斬撃を受け流そうとしたシャーロットはクレイグが足払いを仕掛けてきたことに気がつき、彼を押しのけるように後退する。クレイグは後退を許さず追いすがってナイフで切りかかった。意外とやるな、シャーロット。クレイグの斬撃はシャーロットが着込んだ体位は装備鎖片びらにより阻まれ、皇室で耳障りな音を響かせた。ほう、鎖片びらだが、だが、ああもう。クレイグは目、そして顔、腕、鎖片びらに守られていない部分を狙い執拗に切りつける。策はこれだけですか。拍子抜けです。この間に他のやつが行けよバカ。何一人で戦ってんの。で、交代交代じゃねえよバカ。交代交代にどうすな、まあ、疲れさせるってこと。
そんな甘くないだろう。塞ぎきれず浅く接触を受けたシャーロットは距離を取った。今度はクレイグが追撃を仕掛けるより早く他のキエラ隊が警棒で打ちかかる。お、さらに黒服たちは並び立ち互いに邪魔しない距離を保って拳銃を構える。足を止めるぞ。お、そんなおもちゃで私を止められるとでも。お前がすげえんだわ。何がおもちゃだお前超人すぎるんだわ。足を狙って放たれた弾丸はかすりもしなかった。クレイグは嘲笑い方位を狭める一同を翻弄するように動き射線を逃れる。うわっ、あ、錯乱する動きように動き回り一撃で致命傷を与えようとするクレイグに対し、ケイラ隊と黒服たちは手堅く距離を詰めていく。いや、これ言っていいですか、言っていいですか。多分これアーサーと1対1になりますこれアーサーと1対1になって、アーサーこいつは俺だっつって、俺の苦手な部分お前わかるよな、ジャック行くよ俺はっつってブシッつって、何ってなるでしょ絶対、絶対なるって。そうやって終わるでしょ絶対。その様子を見たクレイグは、なんだこれ、こう死逆心かな、に満ちた視線を一度に向けた。守りを固めようと無駄なことです。絶対アーサーと一騎打ちだって。絶対アーサーと一騎打ちで、最初アーサーが押されるけど、そのジャックと俺前触れちゃったけどさ、相手は体がジャックでこっちは心がジャックなわけよ。そこのそのギャップを埋める何かが生まれるよ絶対。クレイグは黒服たちの銃撃を受けないよう縦横無尽に走りながらナイフを数本投げ放つ。飛来したナイフをかわす者、あるいは身を受けて者もいた。距離を詰めたクレイグはナイフを回避した者へ、動きが止まった隙をついて踊りかかる。させないぞ。来た、ちょっと出番早いけどなお前大丈夫か。その間にナイフを構えたアーサーが割って入った。それかもしかしたら3人仲良く捕まえましたパターンがね、どっちかっていうとみんなで協力しましたみたいな。クレイグが切りつけようと振りかぶったナイフはアーサーのナイフが噛み合って動きを止める。貴様はやっぱアーサーだけ違うんだな。やっぱそのクレイグから見たら、まあジャックから見たら。クレイグは肩に体重を乗せて体当たりでアーサーを跳ねのける。アーサーは身を引きナイフを構え直した。一つ聞きたい、お前は本当にクレイグ・ワジェトなのか。御年70歳のわけのわからないことを。その動き、その強さ、お前はジャック・ザ・リッパーじゃないのか目に映るものしか信じられない愚か者め。はあ、ならばならばこの傷を見ろ。何、あー、クレイグは笑い自らの胸元を指し示す。そこにある傷跡は心臓移植の手術痕だ。私はクレイグ・ワジェト。古く弱き体を捨て強き肉体を手に入れた者、不老不死の大元気者。まあまあ知ってたよ、別にそんな大々的に言わなくても知ってたよ。我々は臓器移植の技術を確立し、生命をも操作する、はあ、神にも等しい技を手に入れるのだ。おめでとうはい、おめでとう、おめでとうございます。すごいっすわ、それは。この肉体の力強さ、え、技、え、実に素晴らしい。え、すごいね、羨ましいな。私の高潔なる魂の器にふさわしいものだ、ふさわしい、ふさわしい、羨ましいわ。ジャック・ザ・リッパーなどすで、うん、に死んでいる。え、私はクレイグ、え、クレイグ・ワジェトだ。なんだって。私の破業を邪魔する者には消えてもらう、うん、全部知ってる情報だから俺もリアクション取れねえよ別に。そうだろうなって思ってたもん別に。そんなクレイグ、やはり貴様は、貴様はどうやら奴は本物のクレイグだそうだぜ。何だとすりゃ殺す、人の体を好き勝手に使う偽物野郎ってことだ。うん、ジャック、アーサー、俺様は弱者虐げて高笑いする悪党の親玉なんざ、死んでもごめんだ。そうだね、ジャックの体だもんな一応。こんな奴が俺の姿で暴れてるなんざ感化できねえ。うん、偽物野郎、気合入ってね、気合入ってね、牢獄にぶち込んでやろうぜ。こんなに叫ぶジャックはなかなかないよ。気合入ってるわ。ああ、
わかった。お、ニヤッと。アーサー、一人で戦ってはいけません。だったら来いよ、早い段階で。お前何ちょっと話してる、戦ってるとき、ちょっと戦った後に来んの、お前ら。最初から来いよ。単独でクレイグに仕掛ける形になっていたアーサーにシャーロットも続く。何人で来ようが同じこと、この肉体にはかなわない。おー、まあ、もセンスはジャックだからな、こっちも。は、親子カメハメハみたいな。クレイグに立ち向かうアーサーたちに呼応するかのようにケイラ隊と黒服たちも次々と行動を起こしていく。いいね、連携してるね。ケイラ隊と黒服たちは包囲の輪を縮め、相手の隙を見ては攻撃を仕掛けていく。ここではなく集団でことに当たる。もともと犯人の捕獲のため集団行動での訓練を受けている警官たちだ。黒服たちもまた集団で相手取るための統率が取れていた。焦らず確実に相手に接近し、多数の力でもって抑え込む。いいね。アーサーたちは腕や足に傷を負いつつも距離を詰める。囲まれたことによりクレイグの動きが制限されていく。クレイグの側もそれを許すまいと巧みに包囲を外していく。その際若干ではあるが隙が生まれた。お、協力パターンじゃん。好奇と見たシャーロットは警官たちはシャーロットと警官たちは打ちかかっていく。クレイグはナイフを使い、あるいは蹴りで牽制しつつかわそうとする。お、それでも多勢に無勢で放たれた警棒のいくつかはクレイグの体を打ちつけていた。クレイグも無敵の超人というわけではなく、攻撃を当てることは可能である。逮捕することも不可能ではない。そう希望を持たせるに足る出来事であったが、長えな朗読が。すぐさまクレイグはケイラ隊を蹴散らしていく。ついでとどめを刺そうとするナイフを構える。はっ、しかし彼が動くよりも早く銃弾が足元を襲った。クレイグは銃弾を避けざるを得ず飛びのくしかなかった。傷を負った警官や黒服を下げるためローリーはクレイグを引き離す役を買っていた。3人協力パターンじゃん。アーサーは1人じゃなかったじゃん。時間が経つにつれて脱落者が増えてきた。そういうゲームしてたんかお前らなあ。ゴンザレスが腕を切られ、さらに脇腹を刺されて、あーく。アーサーがナイフを投げ、さらに彼自身も飛びかかり、クレイグをゴンザレスから引き離す。しかしゴンザレスはこれ以上戦闘を継続することはできそうになかった。ケイラ隊や黒服たちは一人また一人と倒れていく。めっちゃ疲れてんじゃん。めっちゃ疲れとる。分かりやすく疲れてんじゃん。辛そうだな。お前もかよ。いい加減降参したらどうだ。お前も疲れてんな、だいぶ。あなたにはゆっくり休憩してもらいますよ。疲れてねえな。お前は疲れてないな。互いに傷つき荒い息を吐いていた。しかし彼らの瞳には闘志が燃えていた。覚悟。お前疲れてないな。やっぱ体力あるね。ああ。シャロットはクレイをナイフを防ぎこそしたが、足に蹴りを受けて体勢を崩され、続いて腹に拳を打ち込まれる。崩れ落ちたところをクレイグはシャーロットの襟首を掴んで放り投げる。その先にいるのは銃撃による援護を続けていたローリーだった。分かりやすく、お前分かりやすいな。お前ら投げ飛ばされたシャーロットは銃を構えていたローリーに激突する。受け止めることも衝撃を殺すこともできず、ローリーはシャーロットと共に血を転がった。弾き飛ばされた拳銃が鈍い音を立てる。少しも楽しめましたよ。誰が来るかもしれない、まだこっから。貴様だけだ。ほら、やっぱ1対1パターンじゃん。言ったじゃん、ほら。結局ね、ジャック対ジャックなんだよ。だから戦いはアーサーとクレイグの一騎打ちにもつれ込んだ。もう完璧じゃん。俺の予想合ってたじゃん。もう完璧じゃん。ここで止める。絶対に逃がさない。まあ、俺でもこのゲーム作れるってことだよな。生意気なこと言うとやっぱこれぐらい考えうるってことだよな。アーサーは決意を胸にクレイグと切り結び戦い続ける。負けることは許されない。ここで負ければ全員殺される。そして再びグリーンメイスの力で車輪は一巡するだろう。秘密結社として英国の隅々に根を張った彼らは暗躍し、人々を苦しめ続ける。それだけは絶対に阻止する必要があった。
だが元より数の有利で保っていた状況だ。蓄積された疲労も実力差を覆すには至らなかった。押され始め次第にアーサの体に傷が増えていく。粘りますね。まあ、筋肉があるからな。まあアーサーないもん筋肉が。まあ、筋肉差だよ絶対。腕がしびれたのか、もともとの体格差から来る力の違いか、高質な音を響かせアーサーはナイフが弾き飛ばされた。チクソ。アーサー警棒。はっ。シャーロットが投げた警棒はクレイが投げ放ったナイフに弾かれ地面に落ちて転がった。ナイフで弾かれるんか。シャーロットは武器を失ったアーサーに警棒を投げ渡すつもりだったが不発に終わってしまった。どうやら運は私に味方をしたようですね。絶望じゃん。クレイがさらにスペアナイフを抜き放つ。対するアーサーには替えとなるナイフはすでになく、警棒も手の届かない場所にまで弾き飛ばされていた。まだだ。まさか。無手となってもなおアーサーは諦めず拳を固め迫り来るクレイグを迎え撃った。やるやん。アーサーを振るわれたクレイグのナイフを紙一重でかわす。銀線は首の皮膚を柵にとどまり、対するアーサーの拳はクレイグの胸元を取られた。あ、胸弱いんじゃない？無駄な、あがきを。胸弱いよ絶対。しかし拳一発で倒れるほどクレイが弱っていなかった。振り払われたアーサーは耐えきれず膝をつく。ここまでか。バカ野郎お前。諦めるなよ、相棒。そうだ、当たり前だろ。何諦めてんの？ここまでか。おい、今までの時間返せや。みんなで頑張った時間を。当たって砕けろせめて。舞踏会はもう終わりです。てか本当に一人で住んでんだなお前ここに。なんか仲間いてもおかしくないなと思ったけど、本当に一人なんだなお前この空間で。クレイが息も絶え絶えだったが、アーサーへとどめの一撃を加えるために足に力を込め踏み出し、あっ、胸殴られたから。あ、てかそっか、シンプルにあの息切れってことは心臓に負担かかってるからさ、あれなんじゃないの。もともと心臓別にあれじゃ、70歳の心臓だから。突如胸元を押さえて動きを止めた。今殴れ殴れ、胸を殴れ、いっぱい胸殴れ。これは貴様。何、一体何が。まだってほら、不老不死の体っつっても心臓はさ、ジジイなんだから弱いよ。そら、その疲労にね、膝をつき苦しげに胸を押さえて、グーグレイグ、その隙を逃すわけにはいかなかった。胸殴ればいけるってこいつ。アーサーはクレイグに飛びついた。体格差ものともせずに組みつき腕を締め上げる。貴様、なんで飛びつくの。飛びつかなくてもいいだろう。肉薄したアーサーへ苦し紛れのクレイゴの死突が繰り出される。え、今日はあの必殺が喉笛にいいのかな、迫り。アーサー、まずいぞ。あ、が飛びかかるからだろお前、バカかお前。てか心臓じゃない、大丈夫。アーサー、飛びかかるからじゃん。飛びかかんなってバカ。一発胸バーンって殴ればいいじゃん、蹴るなりしてさ。なんで飛びかかったの。飛びかかんの選択肢がおかしくないですか。俺にやらせてよ、その視点を。飛びかかるの。アーサー左手が石に寄らずに動き、クレイグの一つを払いのけようとしていた。ナイフの軌道は喉元からそらした。その代わりにアーサーの胸を深々と貫いていた。はっ、かっけえ。何これ。胸を貫かれもタイト。なおアーサーはひるまなかった。クレイグの拳をつかみ食い込んだナイフを握りしめ、体で抱え込むように抑え込んだ。でも心臓あれじゃん。捕まえたぞクレイグ。異色だからなお前、絶対お前も心臓弱いもんな、胸あたりが。シャロット確保。ここまでしなくても捕まえられただろう。そんな、ううーってなってんだから、ううーってなってる間にさ、シャロットローリーに近づいてやれよバカ。飛びかからなくてよかったんだから。ちょっとあれだよな、ちょっと不自然だよな。アーサーがセミ同然に作った捕獲のチャンスをシャーロットは逃さなかった。まあまあ演出ですよ。
あ、面白く見せるための演出だから。弱っ。ケーラ隊が黒服たちが傷ついた体に鞭を打ち立ち上がり、動きが止まったクレイグへと殺到していく。振り払われてもなお諦めない。クレイグ、観念しなさい。あ、まだ捕獲はされてないんだ。話せ。粘ってんだ。話せ。この私が貴様らなどにこんなところで。まだ元気じゃん。結構元気じゃん。クレイグは激しく抵抗していたが、シャーロットの攻勢によりついにナイフを手放した。あ、胸にナイフが突き刺さったまま仰向けに倒れたアーサーにローリーが慌てて駆け寄る。アーサー大丈夫か。いや、もう心臓弱いんじゃないの。絶対大丈夫じゃないな。アーサー、ナイフは抜かないでくれ。このまま信号が死ぬことあるか。あ、アーサー、アーサー、グロいグロい。ちょっと俺もなんか今気分悪いもん、グロくて。なんかとジャックの声聞こえないね今。アーサー、アーサー、え、よう相棒ジャック。どうしようかな、ここで一旦切ろうかな。ここで一旦切ろうかな。ごめん、じゃあここで一旦切るわ。次回ここからやっていくわ。じゃあ、あざした。